鹿野屋バラエンシハナのバラ鹿野屋市は、鹿児島県にある市。九州南東部、大隅半島の中央部に位置する。人口10万人を要する、大隅半島の行政、経済、産業の中核となる都市である。年間の平均気温摂氏17度という温暖な気候と豊かな自然を生かした、農業、畜産が盛んであり、黒豚やブロイラー、落花生、 サツマイモなどが特産品である。また、国立大学の鹿屋ヤ体育大学や、海上自衛隊鹿屋航空基地がある。鹿児島県内では、鹿児島市、霧島市に次いで3番目の人口規模を有する都市である。現在の鹿屋市は2大目であり、旧鹿屋市と、肝族軍の2町、総軍1町との合併により2006年に発足した。初代。 鹿野市の市政施行は1941年5月27日である。現在は、バラの町、健康、交流都市をキャッチフレーズとしている。ユリから見た、高愛山大隅半島のほぼ中心部に位置しており、地域は、東西2 0トル南北4 1トルに及ぶ。市の北西部には、高愛山地、南東部には、肝付山地が連なる。 両山地との間に、笠野原、大地、鹿野や現大地などの知らす大地、市の中央部を流れる肝付川の中石平野を中心とする肝付平野が広がる。西部は、鹿児島湾に接し、海岸線が続いている。市街地では、数センチメートルの積雪で、記録的な積雪となる研究者により気候区分の定義は異なる。一例として、ペンの気候区分では、 温暖湿潤気候とされる。日本国内の気候区分では太平洋側気候とする書籍もある一方で、関口武氏の気候区分では九州型気候と南海型気候の境界上に位置するとしている。アメダスカノヤの,の1976年からの統計資料によると年平均降水量は2685.6ミ、mm、リメートル、年平均気温は17.6度、 年日照時間は1961.7時間である。年降水量は1993年と1999年、2015年、2020年が特に多く、1993年は6月からの3ヶ月で 2782mm を、8月1日には1日で 365mm を記録した。 最小を記録したのは1986年の 1354mm であるが、1998年以降は2009年を除いて 2000mm を下回っていない。年平均気温は16度から18度を推移しており、日本国内では比較的温暖と言える。真冬日となったことはないが、冬日は年平均で28.8日あり、 鹿屋市より北に位置する鹿児島市や宮崎市と比較して、冷え込みは厳しいと言える。最低気温が25度以上となる熱帯夜の日数についても鹿児島市が年55.8日であるのに対し、鹿屋市では年18.7日にとどまる。鹿児島市内で積雪に見舞われていても、鹿屋市では、河愛山地などの山間部のみの積雪となることが多く市街地において、 画像のような積雪は平成期の約30年間で見ても2003年1月5日、2005年12月22日、2010年12月31日、2016年1月24から25日の4回に限られる。鹿屋市内で発生した主な風水害として、 1976年6月24日の集中豪雨や1993年の長雨、2020年7月の豪雨、旧愛良町、釧路町では1938年10月15日の水害がある。1976年6月23日から25日にかけての集中豪雨では865ミ、mm、リメートルの降水量を記録、市街地が浸水し、 全体で11億4100万円の被害を受けた。これが、肝付川の河川トンネル、かの分水路が建設されるきっかけとなった。1993年の長雨では、鹿児島市を中心とした、8.6水害ではなく、8.1水害の際に観測史上最多の降水量を記録しており、同年9月3日の台風13号の方がより、大きな被害をもたらしている。 台風13号は戦後最大級と称されるほどの規模であった。カのヤ航空基地気象班の観測では最大瞬間風速約秒速66メートルを記録し、九州電力カのヤ営業所管内のほとんどの世帯で停電した。一連の長雨による被害額は合計で45億3813万円に上り、そのうち 台風13号のみで31億2604万円を計上した。2020年7月6日の豪雨では1日で3 8 5 5ト、mm、ル午前6時台には1 0 9 5ト、mm、ルの雨量を観測。鹿屋市内では人的被害こそ出なかったものの、農林水産物等のみでも約110億円の被害を受けた。 カノヤ市街地周辺の空中写真。2008年11月5日撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。中央やや左の肝付川流域が市街地中心地区、西が西原地区、東が琴吹地区、南端が田崎地区。 旧鹿野市が策定した第三次、鹿野市長期総合開発計画では、当時の鹿野市を旧の地区に分けており、現在の鹿野市総合計画及び、鹿野市都市計画マスタープランにおいてもほぼそのまま、引き継がれている。その波にはおおよそ、鹿ノ市内の中学校区に合致する。旧鹿野市内では、大技は1950年2月6日に廃止され、すべて、 町の名称に統一された。後に、西原町、ことぶき町、田馬町は、それぞれ、X 町目と改称された。2006年に、鹿野市と合併した山町にも、町の名称は採用されているが、こちらは山町を継承して2009年までに、設置されていた、地域自治区、町を、大技の一部としたものである。1950年、 照明設置によりそれぞれの大技から、以下の町が発足した。今、坂町、田馬町、王子町、大浦町、大手町、手町笠野原町、北田町、京栄町、古仙城町、琴吹町、郷野原町、白崎町、新川町、新生町、蘇田町、香木町、西原町、本町、向江町朝日、原町。 上原井川町、下原井川町、西原井川町、原井川町、東原町川、西町、川東町、田崎町、高須町、花岡町、船館町、古河町、小野原町、海道町、白水町、天神町、大平町、長尾丸町、生熊町、池園町、下堀町、長野田町、名岩町、萩塚町、 星塚町、しし目町、南町、淵淵町、横山町、上野町、野里町、浜田町1950年以降の、主な町名、大麻の変遷は、以下の通りである。中心市街地、本町通り、城山公園から見た、市街地鹿野中学校区。飲食店内、金融機関などがある中心街。行政、商業地区である。 百貨店の閉鎖や市役所、県立病院の移転、郊外の大型店舗の進出により、空洞化が進んでいる。市役所跡地は、イベント広場になっており、近年まで様々な祭事に使われていた。特に土曜は祭地は、地元住民に好評。2004年には、旧桜デパート閉店後、唯一この地区に残っていたスーパーマルはセンターが、閉店。 商店街のシャッター通りか空洞化がさらに進む。人口は1975年4月時点で1万888人、2000年時点で9596人と減少傾向にあったが、2005年時点では9642人と増加に転じている。この状況を打開するため、北田大手町地区では、かのや市主導で、 市街地再開発事業が行われている。その中心施設である、リナシティカの矢は2007年4月に総合オープン。それに先駆けて2005年春、中心的存在だった、旧桜デパートと向かい側にある旧バスセンターの建物が取り壊され、北田交差点付近は一時期かなり換算となった。また、2006年6月には、 カノヤバスセンターの建物も取り壊され、こちらは2007年4月にコンビニエンスストアとドラッグストアが建てられている。西原地区第一カノヤ中学校区。市街地中心地区の西隣に位置する。1941年以前は、カノヤ町の一部。海上自衛隊カノヤ航空基地や、運動公園、学校などが集まっている住宅、文京地区。 旧国道220号沿いに団地や各種商店が並んでいる。スプロール現象が発生している。また、鹿野市など大隅半島を拠点とするマスメディア鹿野東中学校区。市街地中心地区の東隣に位置し、笠野原大地の南西端にあたる。1941年以前は、鹿野町の一部。旧国道220号。 国道269号、国道220号、鹿のやバイパスに囲まれた地区を中心に1970年代以降発展した商業、住宅地域。最近は、薩本地区の鹿のやバイパス沿いに大型店の進出が相次いでおり、ことぶき、薩本地区で新しい市街地を形成しつつある。西原地区と同様にスプロール現象が発生している。 かつてはここで地方競馬が行われており、現在では樹北小北東部の道路形状にそのコースの名残を確認できる。2005年時点の人口は23,074人。1995年4月時点での人口は2200人で1975年4月時点の11,473人の倍近くとなり、この時に 旧鹿ノ屋市域内の地区別人口で主位になった。瀬戸山神社鹿ノ屋中学校区。市街地中心地区の北隣に位置する。1941年以前は、鹿ノ屋町の一部。笠野原大地や郊外山地の山裾にあり、農業が盛ん。東原町には、気象庁知事機観測所の鹿ノ屋出張所があり、知事機や地電流の観測を行っている。南北を、 国道504号が貫く。2005年時点の人口は3372人。七狩長田岩神社田崎中学校区。市街地中心地区の南隣に位置する。1941年以前は大部分が、鹿野野町の一部であった。ことぶき地区との隣接地区を中心に、住宅地の開発が進み、西原、ことぶき地区と並び人口増加地区となっている。 川西町に、鹿児島県立鹿の屋工業高等学校が、設置されている。県道68号が通る。2005年時点の人口は8382人。大あ良中学校区。旧鹿の屋市の南部に位置し、1941年以前は、下堀町を除き大あ良村の大部分を、構成していた。 農業が盛んであり、下堀町、横山町は、鹿屋原現代地にある。国立ハンセン病療養所の星塚経愛園がある。南部を県道73号が横断する。1995年時点では、人口は減少傾向にあったが、近年は、横山町で、住宅地の開発が進行しつつある。二千五年時点の人口は百七十四人。 荒平天神花岡中学校区、旧鹿野屋市の北西部に位置し、おおよそ1941年以前の花岡村が、範囲である。ただし、高牧町は1941年以前の鹿野町、ネギ原町という部町は1958年まで、垂水町、白水町のうち一、里山地域は1941年以前の、大イ村である。 カンパチの養殖が盛んな海岸部とカノヤ大育、大学などのある大地に分かれる。白水町に、カノヤ大育大学、花里町に、大隅青少年自然の家が所在する。高愛山のカノヤ中継局も、厳密には当地区に所在する。天神町には、菅原道真が祀られた神社がある。国道220号、県道68号が通る。 2005年時点の人口は4903人。大隅国王熊中学校区。旧鹿屋市の北部に位置し、公和遺産地とその周辺の自然に囲まれた地区。1955年に鹿屋市に編入される以前は高熊村を構成していた。2003年に開通した国道504号高熊バイパスが中心部を回避することから閑散とした様子となっている。 ひもつき川支流の串良川流域に高熊マダムがあり、笠の原大地の農業発展に一役買っている。2005年時点の人口は2144人。1975年4月時点の3003人と、比較して、減少傾向にあると言える。旧高須中学校区。旧鹿野屋市の南西部に位置する。高須港は中西以来の港であり。 1941年、以前は、鹿野町の飛び地であった。近江湾に面しており、鹿野市内における、海水浴の拠点となっている。国道269号が、南大隅方面へ繋がっている。霧島が、岡公園の鹿屋、鹿野バラ園の住所上の所在地は、東地区の浜田町。2005年時点の人口は1839人。 アイラ三条領旧アイラ町域。北部は、旧カノヤ市のベッドタウンとして機能している面があり、合併前、の人口は微減傾向にとどまっていた。神武天皇の父母の両母と言われる、アイラ三条領や大隅公域公園がある。2005年の国勢調査時点の人口は7357人。クシラ平和公園の異例東急クシラ町域。大部分が、 笠野原大地に属し、農業が盛ん。平和公園には、特別攻撃隊員の慰霊等がある。柳谷集落は、行政に頼らない集落として、全国的に知られる。東西を、国道220号が通る。なお、江戸時代には、東串良町と共に、串良号を構成していた。2005年の国勢調査時点の人口は13,272人。 紀北天球館旧北町域。星空日本一の町とされるなど、自然豊かな高原地域。鹿野市内で唯一総群に属した地域であり、百院、市瀬の2地区に分かれる。国道504号が縦断し、鹿児島空港方面からの玄関口にあたる。2005年の国勢調査時点の人口は4,108人。大ね旧鹿野市。 特に旧カノヤ町の藩を中心とした内容である。氏名の由来は、カノヤ志士によるといくつかの説があると言われている。古事記日本初期に登場する、熊の主張時家文の名によるという説。周辺に多く自生していたカヤの名が、カノヤに転化したという説。鹿が多く生息しておりそこから、カノヤになったとの説。歴史的に見ると、平安初期には、 かのやの地名で呼ばれていたということである。縄文時代早期から人の定住があり、弥生時代には王子遺跡といった大規模な集落が見られるようになる。王子遺跡の縦穴式住居として特徴的なものに宮崎県南部を中心に分布する花弁場住居がある。古墳時代には南九州地域独自の地下式横穴墓が見られるようになるが、 渋士湾沿岸に点在する前方公園墳は、肝付川下流の釧路町、姶良町で見られるのみで、旧華の谷市、紀北町では他の鹿児島県内の地域と同様に存在しない。七世紀頃は、隼人の前世紀であり、山東県が勢力を拡大する中現在の鹿児島県本土は、半独立の状態であった。ただし、隼人の一部は、早くから、 大和王権とのつながりを深めており、国造、あがた主となったものも存在した。713年に、大隅国が設置されても、完全に、大和王権に服属せず、約6年後には、大隅国国士の飛行士マロを殺害した、早との反乱が勃発した。大和王権はこれを1年半をかけて制圧し、大隅の支配体制を確立した。反伝衆受法が、 大隅国で実施されたのは800年のことであったが、すでに反伝デ呪州は壊滅状態であり、大隅国内のほとんどの領地が消炎となった。律令制では、大隅国に属し、鹿屋市の大部分は、オーラ軍、大隅軍となった。なお、当時の肝付軍は、大隅半島最南部に位置しており、中世以降に、オーラ軍の肝付群に含まれるようになった。総軍は、 現在の宋市、垂水市北部、霧島市東部を範囲としていた。平安時代中期の辞書、和名類辞書には、大羅軍の里として、か野、や、串木、大隅軍の里として、王が見られる。地名としての、か野やは、これが書室である。984年に、肝月氏の祖、友内健康が、薩摩国総追武士として下校し、 子孫である金戸氏が鉱山へ移住した1036年に、肝付氏を名乗る。肝付氏は、島津荘などの荘園を実質的に保有していたが、1185年に、島津忠久が自頭として、島津荘を管理することとなり、ここからおよそ400年にわたる肝付氏と島津氏の争いが幕を開けることとなった。昭和年間に、かのやんは、肝付氏の一族である。 鹿のやによって統治され、鶴亀城を現在の城山公園の位置に置いた。肝月氏とは、島津氏の後継者争いがきっかけとした応援の戦で対立したのを除いて、ほぼ行動を共にしている。南北朝時代には、荘園が崩壊し、肝月氏は南朝側につき、守護大名となった島津氏と対立した。高須港は、 この頃から1573年に至るまで、肝月氏の一大拠点として機能するようになり、大哀らは、ねじめ市支配地との境界線上になったことから、多くの山城が築かれた。戦国時代中の1535年に、島津市の内紛が勃発し、肝月氏は、島津市と、再び対立した。一時期は、島津市を上回るほどの戦力を保有していたが次第に、 衰退し、一時は、肝月氏側に着いたねじめ市が、島津市側に翻ったことが、決定だとなり1574年に、島津市に降伏した。島津市は1577年、伊藤市も降伏させたことで三州を、ほぼ統一し、かのや市も、肝月氏と共に衰退を見ることとなった。この後、かのやを中心とした肝月川流域は、 た地域の人間による支配下に置かれることになる。かのやし市場館では、島津市をあるものと、見立て大隅への圧政を強調しているが、圧政自体は、薩摩藩領内で共通する事柄である。くしらの児童カリアーと、かのやろくの武家もん肝付しなき後の肝付は、移住院ただむが、かのや城を拠点に児童として管理した。ただむは、かのや城の修復。 城下町の形成をはじめとして、水田開発などによる農業生産の向上市の開催を手がけた。工述する定期市はこの時に始まったものである。薩摩藩は、外城制を指揮。現在の鹿野屋市域では、鹿野屋、大平ア花岡、高熊クマ、平シ百院、市政の八号が置かれた。外城の成立時期は地域により異なり、鹿屋との場合は、 資料を経て1645年に成立した。里は1889年の町村政志向の際にもほぼそのまま村となるなど、後世まで行政区域として機能した。鹿野市域では、南部、高熊地区がその名残を伝える。鹿野や里では、定期市が月6回開催され、大隅半島各地をはじめとして、薩摩半島側のイブスキからも集客があった。 当時は、島津市御用達の名手として、桜川が存在したが、幕末と1882年頃の火災や、時代の水位と共に衰退した。名産品として、か野や、大あらで生産された、高須干所があった。薩摩藩寮内の農民は、農業以外の食に就くことが許されず、年貢も八甲二民という効率であった。 この他にも移植中全般にわたって制約が課せられており、百姓一揆を起こす余裕すらなかった。逃亡者も数多く発生し、薩摩半島側から農民を強制移住させることもあった。このような壊滅的ともされる経済状況は明治期になってから改善されることとなる。この時期の困窮具合を証明する資料として人口の比較が挙げられる。 鹿野ヤ里には1801年時点では6224人いたのに、対し、1824年時点では6180人に、減少しており、逃亡や間引きが横行していたことが推測される。1931年頃の北田本通り1888年に、肝付軍の役所が、鹿野谷豪中名に設置されたことにより、近代都市としての鹿野谷の発展が始まる。 1890年代には、鹿のやを中心とする道路網が整備され、1910年代には、電気、鉄道が通じるようになった。1889年4月の町村政治施時に、旧来の里は、村となり、現在の鹿のや地域に八家村が置かれた。鹿のや村は1912年12月31日、鹿児島県内では、 カジキ町に次いで2番目に調整を施行しカノヤ町となった。西区白村は1932年5月15日、アイラ村は1947年10月15日に、それぞれ調整を施行し区白町、アイラ町となった。百院村、市勢村は1956年4月1日に合併し、紀北町として発足した。カノヤ市としての歴史は、 1941年5月27日の、鹿野谷町、大あい村、花岡村の三町村の合併、市政施行により始まる。1950年代には高熊村及び樽見町の一部地域の編入を実施した。この頃は、財政が悪化しており財政再建団体となっていた。1960年代には、公共交通機関の利用が再生を迎え、 バスセンターに隣接した桜デパートを中心とした地域の商業が盛んであった。しかし、1970年代以降に、白須台地に位置する西原地区、琴吹地区に集落が発展するようになり、1991年度の市役所移転、国道220号鹿野屋バイパス全線開通に伴うロードサイド店舗の出店、ショッピングセンターの開業により、 中心市街地は衰退を見ることとなった。この対策として市街地再開発事業が実施され、2007年にリナシティカの矢が開設された。2000年代に入ってからはバラの街キャッチフレーズとして使用するようになり、2006年にアイラ町、クシラ町、紀北町と合併し二代目のカノヤ市となった際に市の花もバラに変更された。 軍都としてのカノヤ・カネハマ海岸1936年には、市内に日本海軍航空隊の基地が置かれ、真珠湾攻撃訓練の中核地となり、第二次世界大戦中は特攻隊の出撃基地となった。第二次世界大戦後は、高須海岸から占領軍が上陸。戦後も海上自衛隊のカノヤ航空基地が置かれ、現在でも、 国防の一大拠点都市としての役割が強い。防空壕も数多く残されており、2000年には道路陥没による死者が発生している。学校の設置、廃止明治維新後すぐに、鹿野小学校が設置され、1870年代以降鹿野市各地にも小学校が設置された。旧制中学校は、 しぶしに設置されていたことや鹿児島県の学校があったことから1923年まで設置を待つこととなった。白須大地に位置する西原、とぶき地区では人口が増加し続けており、小中学校が増設されているのに対し、郊外の山間部では減少が続き、旧加野屋市内だけでも1971年に高牧、桜町、 1988年には、カッシワギの各小学校が並行している。1981年には、国内唯一の国立体育大学である、カ野屋体育大学が開学し、1986年には、国立の大隅少年自然の家が設立された。公共交通機関の衰退1960年代に、再生を迎えた。 公共交通機関の利用も自家用車の普及に伴い減少していき、1987年3月には国鉄大隅線が廃止され、2006年11月には大隅交通ネットワークの路線が大幅に廃止された。現在でもたるみかのや渋部間のバスは1時間に1本程度あるが、その他の路線は1日に数本程度に減便されている。かのは、 鹿児島県、鹿児島市以上に車保有率が高く、完全にモータリゼーションが進行している地域である。鹿屋市発足、アイラ調整施行1940年、後期2600年であったことや起源説に、川内市が、鹿児島県の自治体としては2番目に市政を施行したことに伴い、鹿屋町、花岡村、大アイラ村、アイラ村の4町村では、合併、 市政志向の機運が高まった。拡張村での議論の結果、1941年5月27日に、アイラ村を除いた三町村が合併、市政志向した。5月27日は、海軍記念日であり、彼ノや海軍航空隊と共に軍都として発展する、という意味合いがある。1947年10月15日には、アイラ村が解消。 調整施行しあ良町となった。名称変更の理由として、鹿屋市の大あ良町やあ良ら宛ての間違い郵便、運搬物が多く、支障をきたしていることを挙げている。また、当時の新聞記事は、解消調整施行を、1938年10月15日の水害からの復興記念と報道している。 昭和の大合併高熊村と鹿野市の合併記念碑1950年代には、鹿児島県が昭和の大合併として合併案を提示した。現在の鹿野市域では以下の通りとなる。肝付群高熊村、百院村、総群市政村、野方村の4、村を合併して新たな町とする。串良町、東串良町の2町を合併して新たな町とする。姉良町、 高山町の二町を合併して新たな町とする。位置については、高熊村は、鹿野市と生活圏が一体化していることを理由として1955年1月20日に、鹿野市へ編入。野方村は分村市1955年4月1日に、大崎町、西渋市村、大隅町に編入された。残った百院村と、 市政村が1956年4月1日に合併式北町となった。役場は九百院村に置かれ、軍は旧市政村が所属していた総軍となった。2については、串良町川は東串良町との合併には賛成だったが、東串良町川が自立路線を取ったため合併を断念。三についても、あ良町川が自立路線を取ったために、 平成の大合併に持ち越されることとなる。あとに、鹿児島県は、良町と鹿野市との合併案も示していたが、これも、婦人会などの反対により頓挫した。愛良町が合併に反対した理由として、高山町との際には、人口の差から合併すれば中心部が、高山町となり、現在の愛良町中心部が廃れることや、両町間の交流が乏しいことを、 か野市との際には、か野市が当時財政再建団体であったことや、か野町と合併した、九大平村の中心部が廃れたことを挙げている。この他にも、たる町の内旧新城村の根木原、桜町地区の住民が、合併協議の際、か野市と生活圏が完全に一体化していることを、理由に、か野市への編入を希望。この結果、 1955年1月10日に、垂水町として合併した後、1958年1月20日に、編入を実施した。桜町地区の名称は、編入の際に、有部町と変更されているが、知的障害者援護施設の名称として現存している。平成の大合併2003年7月2日に、垂水市、紀北町、姶良町との枠組みで、2005年1月の合併を、 目指し、大隅中央法廷合併協議会を設置。2003年12月22日には、新市の名称を大隅市と決定。2004年1月には、釧路町も参加した。ところが、新市の名称に、鹿屋市側から反対の声が上がり、2004年3月に、新市面変更と、合併枠組みの再検討を求める陳情が、鹿屋市議会で採択された。 垂水市は財政難を理由に、鹿のやし川から合併協議会の離脱を求められ、2004年5月7日に合併協議会を離脱した。2004年7月1日に大隅中央合併協議会を改めて設置し、その一員として垂水市を除いた山頂と合併協議を進めた。同年11月26日に市市山は合併協定を調印し、 2005年1月7日に県に配置文号の申請書を提出。3月14日に県が決定書を交付し、同月30日に国から合併が告示され、2006年1月1日に新設合併した。鹿児島県の自治体では初めて地域自治区を設けている。なお、合併前の2005年12月には、 鹿野市に縁のある人物が出演する合併告知コマーシャルが、鹿児島県内のテレビ局で放送された。旧四市町の花は、地域の花として指定された。鹿野地域はカンナ、神奈、串良地域は、バラ、あ良地域はツワブキ、つわぶき、紀北地域は、つつじ。年表県立かの農学校鹿野町役場、鹿野海軍航空隊本部水害による、あ良村の被害ここでは、 旧鹿野や市の歴代市長を掲載する。第2代市長、島田義弘鹿野や市職員は2007年4月1日時点で1021人で、平均年齢は、一般行政職が42.7歳、技術労務職が46.8歳となる。市役所鹿野や市役所庁舎は、大隅線鹿野や駅の跡地にあり、旧鹿野や市時代の1991年より、 共要されている。文庁舎は、旧家の野市、釧路町が共同で運営していた、かのや釧路水道企業団を継承する形で、ことぶきに設置されている。総合支所2006年の市町村合併に合わせて、町役場を引き継ぐ形で、総合支所が設置された。釧路総合支所については、旧町役場が、老朽化のために2009年に解体され、同年9月に、 支所機能を旧串良町保健センターへ移転している。出張所高熊、花岡、大愛良、高須、市政には出張所が設置されている。大隅地域振興局鹿野屋警察署、西原と記載されている機関のうち、国道維持出張所を除き、4丁目の合同庁舎内に入居している。平成18年度の財政力指数は0.47。 経常収支比率は91.4%と、標準より高い数値となる。資材残高も、平成15年度以降上昇傾向にあり、基金の切り崩しも続いている。平成18年度一般会計では、歳入が451億6216万円、歳出が437億3025万円となり、いずれも、 前年比16から17億円の減少となった。平成19年度の当初予算は379億4800万円と 13.、13.1%ほど、さらに減少することになる。歳入のうち自主財源は、約170億円。このうち資債の発行額は46億8180万円。市税は95億8932万円となる。 依存財源の中心となるのは、地方交付税と国庫支出金であり、歳入額の40%ほどを占める。歳出のうち義務的経費が約200億円で46%と約半数を占める。このうち人件費が80億2452万円、交際費は50億6861万円となる。給料2007年4月1日時点の 平均給料は、鹿野市長が90万円、一般行政職が33万9100円、技術労務職が35万2600円。初任給は、大学卒、高校卒ともに14万100円となる。2000年の国勢調査時の就業人口の割合は14.8%。減少傾向にある。農業、畜産が盛ん。特に、 高熊ダムから農業用水を引いて大規模な灌漑事業を行った笠野源大地では様々な農作物が栽培されておりサツマイモや落花生などの産地となっている。アイラ町やクシラ町など中石平野部では米の早期栽培も行われている。2005年時点の食料自給率は112%。農林水産省による2005年の統計では 農業産出額は、およそ459億3000万円で、日本の市町村別では8位となり、九州地方では、宮崎県都の城市、鹿児島県南九州市に次ぐ。豚や、肉用牛の産出額、使用等数は、宮崎県都の城市に次いで2位。サツマイモは、収穫量で2位となる。漁業は、カンパチの水揚げ量が、タルミ市に次いで、 日本国内で2位となる。なお、鹿児島湾沿岸地域は、カンパチの養殖が盛んで、そのシェアは、日本国内で半数に達する。ソロク首造本社工場2000年の国勢調査時の、就業人口の割合は22.6%。カノヤ内陸工業団地や市街地南部の工業地区を、中心に、電子工業、繊維製造業、 食品加工業などの多くの事業所があり、雇用の創出や、地域の活性化に貢献している。主な事業所としては、日本モレックス鹿児島工場、九州加工がある。プラス世代は鹿野屋店鹿児島銀行鹿野屋支店2000年の、国勢調査時の就業人口の割合は62.6%。国道220号の鹿野屋バイパス。 旧国道220号の県道68号の沿線にロードサイド店舗が多数出店しており、鹿屋市における商業の中心となっている。特に家電量販店は、鹿屋バイパス沿いに、ケーズ電機、エディオン、鹿児島鹿屋や店、山田電機、エディオン鹿屋店が出店している。鹿児島県内を拠点とするチェーン店は、鹿屋市内に大規模店舗を出店している。 金融機関については、地区の節にある通り、市街地中心地区を中心に、鹿屋市の拠点となる店舗を設置している。ただし、鹿児島工業信用組合、鹿屋支市店や鹿児島総合信用金庫、鹿屋支市店は、ことぶき地区にある。なお、宮崎銀行の鹿屋支市店は、日本官業銀行から引き継いだ店舗であり、動向としては、 宮崎県外発の店舗でもある。商工団体については、旧鹿野市は、鹿野商工会議所、旧紀北町、釧良町、旧愛良町は、鹿野市商工会がそれぞれ管轄している。2015年度現在、鹿野市内には、高等学校が6校、中学校が12校、小学校が24校設置されている。特別支援学校については、大浦町に、 鹿児島県立鹿野野養護学校が置かれている。紀北小学校は、旧紀北町のご小学校を統合し、2011年に開校した2011年度現在の児童、生徒数は9546人。長期的に、児童、生徒数が減少することが予想されていることから、鹿野市教育委員会では小規模校の統廃合を、主とする。 学校規模の適正化を進めている。2011年6月に策定された学校再編実施計画書では、2013年度までに、上野小学校の相良小学校への統合と、花岡地区内の鶴葉、古号菅原小学校を呼び、花岡中学校を小中一貫校として統合することが掲げられ、2013年4月に実行された。 旧期北朝については、合併前から議論が進められていたこともあり、他地域に先駆けて2011年に、それぞれ一校に統合された。小中学校については、鹿野市学校間交流ホームページ内に、公式ウェブサイトが設けられている。大学鹿野体育大学白水町に、国立大学の鹿野体育大学が所在する。体育大学としては、唯一の国立大学である。 1981年に設置、1984年より学生の受け入れを開始し、現在に至る。専門学校高等学校科の野市には6の高等学校が所在する。串良商業高校を除き、すべて旧科の野市の地域に立地する。公立高等学校の普通科に設定される通学区域は大隅学区であり、 大隅半島の4市5町に所在する高校が学区内となる。旧紀北町は、アイラ伊佐学区にも属する。鹿屋女子高等学校中学校2005年に新築された第一鹿屋中学校の校舎2015年度、現在、鹿屋市には12の中学校が所在する。旧紀北町内の市政、百院中学校は2011年4月に紀北中学校へ統合された。 花岡中学校には、敷地内に、花岡小学校が建設され、2013年より、小中一貫校、花岡学園として再編された。高須中学校は2015年に第一鹿野屋、中学校、大アイラ中学校へ統合された。小学校2013年に開校した小中一貫校、花岡学園2015年度現在、 鹿屋市内には24の小学校が所在する。2011年度時点で、古港、菅原、高須、浜田、南、遠熊鶴峰、神野の7小学校は、複式学級を有していた。旧紀北町内の小学校は2011年、北小学校に統合。竹屋小学校は、旧紀北町の時代に休校とされており、鹿屋市として、 児童を受け入れることのないまま並行した。花岡地区内の小学校は2013年に花岡小学校に統合され、小中一貫校、花岡学園として再編された。旧愛良町では、上野小学校が2013年をもって愛良小学校へ統合された。高須地区の浜田小学校は2015年をもって大愛良小学校へ統合され、 高須小学校は2020年をもって、野里小学校へ統合された。並行された、学校源、鹿野市が発足した2006年以降に並行した、学校を記載する。リナシティ鹿屋ヤ鹿野市立図書館と鹿野市立、市長格センター高熊と健康プラザ2019年、現在、沖縄県を除く日本の人口10万人以上の、都市の中で唯一旅客を扱う。 鉄道駅が存在せず、自家用車、バスが、もっぱらの交通手段となる。最寄り空港は、霧島市にある、鹿児島空港。鹿屋バス停留所鹿児島空港間は、リムジンバスでおよそ1時間40分。自家用車では高速道路で1時間14分、一般道で1時間40分ほどかかる。鹿屋港鹿屋市では長らく高速道路交通網の、整備に、 遅れが生じていたが、2014年12月21日に、東九州自動車道かのやくら JCT 総やごろ IC 間と、大隅立館道が開通し、県都の鹿児島島で高速道路で連結された。東九州道に施行命令が出された、当時の、広報かのや1999年6月号に、掲載された、開通時期は、かのやくら IC から、 末吉田からベインターチェンジまでが2007年度、渋谷 IC からか野薬師ら IC までが2008年度で、あったが、実際の機構は、前者が2007年3月21日、後者が2007年12月16日のこととなった。高速道路か野薬師ら JCT 東九州道が、市内に開通するまでの最寄りインターチェンジは、都城 IC、または、国部インターチェンジ。 また、資料によっては、溝辺鹿児島空港インターチェンジを案内するものも、あった。鹿屋市を起点とし、肝付郡南大隅町に至る、延長約5 0トルの地域高規格道路。そのうち、鹿屋釧路 JCT から国道220号、鹿屋バイパスまでを結ぶ釧路鹿屋道路が2014年12月21日に、供用を開始した。 一般国道鹿野屋バイパス、か野市内には東西を貫く、国道220号、南西北東方向に貫く、国道269号、中心市街地から北進する国道504号を、計3本の一般国道が通る。国の直轄道路は、国道220号のみであり、国道269号504号は、県が管理する。良域には、 国道は通過していない。主要地方道県道68号鹿野姶良佐ラ・線、県道72号タルミ大崎線を除いて、おおむねに車線道路に整備されている。1993年までは、県道69号鹿野屋福山線が存在した。自転車、歩行者専用道路フィットネスパース。 一般国道利用による主要地への所要時間九州幹線道路調査事務所の道路時刻表に基づく。渋滞を考慮した場合、特に鹿児島市への所要時間は大きく異なる。また、2004年時点のデータを用いているため、宮崎市の道路事情の改善は考慮されていない。一般路線バス、鹿児島中央駅かの夜間直行バスかのヤクルリン。 バスカノヤ停留所が大隅半島のバス交通の拠点となっている。2006年11月に大隅交通ネットワークが事業縮小に伴いバス路線の一部を廃止したことやカノヤバスセンターの取り壊しといった要因からバス事情は悪化傾向にあると言える。カノヤ市はこれを受けてカノヤ市コミュニティバスの運営を開始しており2007年9月からは 市街地巡回バスとして、カノヤクルリンバスの運行を開始している。バス路線の詳細については、カノヤし公式ウェブサイト内の、カノヤしの公共交通機関を参照。以下に記述している、運行本数、間隔は通常時のものである。岩崎グループ内の再編により、事業者名は複数回変更されており、2018年3月30日以降は、 鹿児島交通による運行となっている。かつては、岩崎コーポレーションや大隅交通ネットワーク、三州自動車の名称で運行していたこともある。なお、鹿児島交通の、鹿野や営業所は、住所上、隣の肝木基木木町に位置する。たるみ、渋士間は1時間に1の2本、鉱山間は1時間に1本、都の城、ねじめ間は1の2時間に1本の間隔で、 運行されている。運行主体は、鹿児島交通である。かつての鹿野屋駅最寄り駅は、宮崎市方面につながる渋市駅であるが、実用的な最寄り駅は、鹿児島中央駅もしくは、国部駅、西宮古の城駅、宮古の城駅。いずれも自家用車では駅まで1時間以上かかる。鹿児島中央駅へは1日6本の直行バスが運行されており、 二時間ほどで到着する。渋市駅及び、都の城駅へは、三州自動車の路線バスの利用となる。国分駅については、樽見ミ港バス停での乗り換えで接続しているが、本数が少ないため注意を要する。かつては、国鉄大隅線が通っており、鹿屋市内には、中心駅鹿屋をはじめとする10の駅があった。鉄道の歴史については、 大隅線の前身である、大隅鉄道も参照。廃線後は、JTB 時刻表には、鹿屋バス停が、中心駅として記載されている。釧路駅、下小原駅、あ良駅、え野の田駅、大隅川西駅、鹿屋駅、大隅野里駅、大隅高須駅から荒平駅から、古港駅県庁所在地の鹿児島市へは、隣の樽見市にある、樽見港から鴨池、樽見フェリーで、 鹿児島湾を横断し、鹿児島市の鴨池港へ向かうルートが最短で、所要時間は最短で70分ほどである。桜島フェリーを利用するルートもある。陸路のみでは高速道路経由で1時間15分、一般道では2時間以上かかり、臨県の県庁所在地である宮崎市への所要時間と大差がない。市街局番は、旧紀北町域の099を除いて0994。 旧鹿野ヤ市域は30の31番40から49番51番、旧ア良町域は58番、旧串良町域は62番と63番、旧紀北町域は486番と485番を、市内局番として使用する。南九州新聞社本社南日本新聞社カノヤ、総局大隅半島を対象とした、有の南九州新聞をはじめとして、 鹿児島県の地方紙の南日本新聞や全国紙を購読できる。新聞社、所在地の順で表記する。南日本放送鹿のや市社鹿児島テレビ、鹿のや市社鹿の市を拠点とする放送局として、コミュニティ放送局の鹿のやコミュニティ放送があり、紀北町と姶良町の一部を除く地域で、聴取できる。FM かのやをお住み、半島コミュニティ放送ネットワークを構成する。 放送局の一つであり、FM 肝付き、FM 支部子でも、ほぼ同一の内容が放送されている。この他にも、県域放送局のうち NHK 鹿児島放送局、南日本放送、鹿児島テレビ放送が、鹿のや市内に、市局、市社を設置している。リストは、放送局、所在地の順で表記する。鹿のや中継局 AM 放送については、 霧島市早戸町にある早戸送信所、テレビ FM 放送については、鹿のや中継局の受信を中心とする。ただし、テレビ FM 放送については地域により、受信状況は大きく異なり、鹿児島湾沿岸では、鹿児島親局やイブス中継局を、紀北町では、渋市中継局、末吉中継局を中心に受信している。 上記の中継局の電波が届きにくい地域を対象として、鹿野市内には、紀北中継局、鹿野西中継局、鹿野田渕中継局が設置されている。ただし、地上波放送のデジタル化に伴い、紀北町と姶良町の上野地区を中心に、新たな南市町地域が発生している。かの市は、宮崎県のテレビ FM 局の親局のある、 ワニツカ山からの電波が容易に届くことから、大部分の地域では、宮崎県の放送局も視聴、聴取が可能である。AM ラジオは、早と送信書、テレビ放送、FM ラジオ放送は、カノヤ中継局を記載している。カノヤ郵便局、カノヤ郵便局が中心となる。カノヤ市全体では47の郵便局が、 設置されており、郵政民営化前の周辺郵便局としては、かの郵便局のほか、高熊郵便局と百印郵便局の3カ所があった。2006年の合併前に各市町が独自で観光施設を設置していたため、連携がうまくいっていないのが現状である。2007年現在では、霧島が丘公園のかのバラ園を軸に観光事業を展開している。 カノヤ航空基地資料館なるのお牧場、小塚公園の慰霊と紀北ウィンドファームカノヤ、夏祭りの総踊り五十音順。ありがとうございます。